2月16日田相浦コミュニティセンターで南西おかみの会が主催する春町コンサートが開催されました。日本三大童謡詩人として有名な野口雨情が昭和11年に南伊勢町を訪れた際に五箇所湾小唄を読みました。現在南伊勢町には五箇所湾小唄を彫り込んだ15基の雨情の詩碑が建立されており、その数は日本一となっています。コンサートを主催する南西おかみの会は町内の旅館や民宿のおかみの方々により結成され、観光活動のほか雨情の詩碑の整備・美化活動にも取り組んでいます。昨年のアイスの館で開催されたコンサートに続き、今年は田相浦のコミュニティセンターで詩人野口雨情を偲んでの春町コンサートが開催されました。コンサートではまず宿田祖園の園児たちが登場し、元気いっぱいの歌を披露しました。園児たちが一生懸命に発表する姿に会場からは大きな拍手と声援が送られました。園児たちの発表が終わると、各路ギターマンドリンクラブや五箇所コーラスサークルの皆さんによる歌が披露されました。春の季節が感じられる曲や南伊勢町をテーマにした曲などが披露され、来場者の皆さんは歌声に耳を傾けていました。コンサートの最後を飾ったのは楠木敦子さんの歌と辰巳光一さんのピアノ演奏でした。楠木さんと辰巳さんは昨年のアイスの館でのコンサートでもペアを組んで出演し、会場を魅了しました。大きな拍手で迎えられたお二人は、曲になぞらえたエピソードを伝えながら、その美しい歌声とピアノ演奏を会場に響かせていました。